演武開演。どうも、本日はこちらのベジ抹茶というものを飲んでみたいと思います。なんでベジ抹茶、中にはこんな紙も入っていました。美味しい楽しみ方が3種類書かれているのですが、今回はもちろんその中から最もオーソドックスな、その前にまず開けないといけませんね。ベジマ抹茶と書いてありますが、野菜も入っているので、おそらく青汁系統の飲み物だと思います。なのでやっぱり粉末ですね。でも確かに色はちょっと抹茶っぽいんですね。抹茶っぽい色をしていますからね。ではお水を入れて混ぜます。そろそろいいかな。では飲んでみます。ただの青汁とも抹茶とも違いますね。そうだと思っていましたが、確かにその傾向はあるものの、全体的にやはり抹茶の味が強く甘くて飲みやすい飲み物になっていました。これで栄養が取れるならいいですね。まあ抹茶はちょっと甘いのはという方もいらっしゃるのかもしれませんが、それでもおすすめできます。なのでこちらのテストをしていきました。青汁の青臭さがない、血流ほど立春の日は楽しみ。血流暖かくなってふかっぱしていきたいですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。